おう、おはよう、みかん。シー、何かしら、シー、筋力。とぼけんなよ。俺のために作ってくれよ。ダメよ、私たちまだ学生よ。フラチだわ。近寄らないで、ケダモノ。アキッサ、お前も苦労してたんだな。ユージ。不純な同性との交友は許します。全然、くだらなかったですけどね。これ、使って。結構です。でも鼻水が辛そうだし。鼻水なんて出てません。いや、で…ねえ、うまくできた？どう？どう？ねえ。まあまあかな。ちぇ。これも可愛い。なんかすごいこと考えてる。絵だな。綺麗な髪だ。そうかな。高弘くんにそんなこと言われるなんて。いい子だ、さくら。あんまり動かないで。優しくできなくなっちゃう。こっちからされたら暴れる。危ない。この光景、どこかで。そっか、作ってたエロゲのシチュエーション、まだ夢が覚めてないのかな。え？ちょっと、待って！何？どうした？あの、違うんだ。あなた、SM の人ですね。わぁ、何言ってんだよ。ペルシアの手作り弁当って意味だよ。にしても、何を作ると勘違いしてたんだ？質で私の体を触ってほしい。だって、君の指がちょうど良さそうだから。何も聞かずにここを押してほしい。押したらかだった！動揺するな！冷静になれ、ほれ！死ね、ほれ！なんとかなるさ。幸いここには水が豊富にあるからな。ごめん。どうも、アーリマです。アーリマー！誤解を与えたようで。別におかしなことじゃない。そうだ、してくださいね。何？俺が襲われる側ってこと？ごめんなさい、私もう我慢できません。そのままでいいです。ロゼとエロいことするんだろ。今から隊長と殴り合うんですよね。食べるって性的な意味でだろ。食欲的な意味ですよ。じゃなくて対抗者だ。やばい、隠れろ。ハンカチ返さないと。いつでもよかったのに。ちゃんと洗ってアイロンかけてきたんだ。はい。いや、これは加えたドラ猫が女子更衣室から男子更衣室に入っていくの。なんだ、猫の仕業だったのか。では仕方ありません。疑いが晴れて。